はい始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価お願いします。えー、今回は岐阜県の人材派遣会社の、えー、正社員3年目27歳の方の給与明細です。最終学歴が専門学校卒業で仕事内容がコンビニ専門派遣会社です。えー、ベンチャー企業ですので社員も、えー、店舗に自ら勤務してお店を助ける仕事です。えー、現場がない場合は求人新たな契約先の営業提案 営業案など会社を大きくしていくため、えー、仕事をしています。えー、必要な資格やスキルがコンビニバイト経験がある方優先的に採用させていただいていますとのことです。で勤務時間がシフト制なので一,一律ではありませんが、えー、夜勤担当なので8時間残業は基本的になし、収入が月収30万、年収360万、ボーナスなし、えー まあ、派遣会社で正社員として働きたい方へのアドバイスとしてはベンチャー企業なのでこれから会社を大きくしたい貢献したい方におすすめです。で給与明細で基本給が29万9348円残業手当1万1000円通勤費2万8000円調整手当1000円で総支給が33万9448円そこから控除引かれて手取りが28万1691円となっています。 えー、今回は、えー、コンビニ専門派遣のベンチャー企業で働く方の給与明細でした。まあ夜勤専門って言ってたんで毎日夜勤してるんだと思うんですけど、まあそれだとちょっと少なく見えるかなっていう給与明細でした。まあ出来たての会社っぽいので、まあ、えー、夜勤手当てみたいな感じのも多分全部基本給に入ってると思うんですけど、まあ、えー、本当にやる気とかがないとやっていけない仕事だなって思います。 今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。